Adventure。 让我们一起学习吧。 Let's learn together。 一緒に勉強しようぜ。中国語会話、加油。え、コロナじゃないよね。わ、该不会是新冠病毒吧。いやいや、アレルギーだから。没有没有、国民あり。桜も散ったし、花粉症じゃないよね。樱花都落了、不是花粉症吧。うん、花粉症もあると思う。でも最近天気が暑くなってきたから気温の差でムズムズするのかな。くんぬん、也有花粉症。最近天气变热了，温加导致鼻子痒痒的。気温差のアレルギーもあるんだ。初耳だな。温差也会过敏啊？头一次听说。ありますよ、辛い。当然有啊。難笑死だ。では早速練習していきましょう。え、コロナじゃないよね。わ、该不会是新冠病毒吧。そうですね。わ、わはの代わりにわって言うんですよ。まあ人によるんだけど、私だったらわって言う。うん、わって言う。よし。该不会。ここ该不会。该は、何々のはずは该。不会は、不は、何々ではない。会は、可能。できるとか、可能性になる。で、是は、はでしょ。新は、新型。冠は、コロナ。病毒は、ウイルス。うん。それだったら、ばはね、でしょう、ないないねということですね。うん、まあこれ直接訳すれば、新型コロナウイルスのはずではないでしょうかという意味ね。まあ大丈夫、ここまで大丈夫。では読んでいきましょう。とりあえずね、は、该不会是新冠病毒吧。ここ病は、うん、まあ日本語の発音ないからちょっと注意しながら、やった方がいいよ。よし、もう一回。该不会是新冠病毒吧。 OK。 该不会是新冠病毒吧。该不会是新冠病毒吧。 OK、 次いきます。いやいや、アレルギーだから。没有没有、过敏あり。いやいやというのは、不是不是とか言うじゃん、言うんじゃないですか。不ではないよ、違う違うという意味。でもここだとないですよ、そんなことありません。没有はないという意味じゃん。そういうことありませんということなんで、口言葉だったら、不是不是、没有没有、結構言うんですよ。かなり使われています。うん。で、次。过は過ぎる。敏は敏感の敏。敏感すぎだけだよ。敏感すぎ。で、而已は、ただ、何々だけという意味。あ、大丈夫。じゃあ、読んでいきましょう。没有、没有、没有没有、没有、没有。过敏而已，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 而難しいよね。过敏而下，下はまあそのちょっと奥の方に。过敏而已。OK、次行きます。桜も散ったし、花粉症じゃないよね。樱花都落了，不是花粉症吧？樱花、桜、花は花、都はもう、という。落、落は落ちる。了、何々してしまう。樱花都落了。うん、これはかななか。ここまでね。とりあえずここまで読んでいきましょう。樱花
都落了。で、北の方の人たちはよく樱花儿、樱花儿都落了。普通でいいよ。樱花都落了。樱花都落了。樱花都落了。次。不是は、ではない。ばあさき言ったじゃん。ねえとかでしょうね。ということ。花粉症。花粉症。症の発音は、ちょっと、だから難しい。ちょっと読んでいきましょう。不是花粉症吧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 。OK, 次。花粉症もあると思う。でも最近天気が暑くなってきたから気温の差でムズムズするのかな。可能也有花粉症。OK, 可能は可能、このままの意味。也、もうある花粉症。可能、もうある花粉症。花粉症の可能性もあるよ、という。可能也有花粉症。可能也有花粉症。可能也有花粉症。没改。可能也有花粉症。可能也有花粉症。OK, 次。最近天气变热了。最近最近天气天气変わる。どうやって変わった、どう変わったんですか。热、暑くなってしまいましたよ、ということ。まあ、最近天气变热了。最近天气变热了。確かにね、謎だからな。最近天气变热了。最近天气变热了。次。温差导致鼻子痒痒的。OK。温差、気温の差、导致、何々のため、ど、何々で、何々になるということですね。まあ、これ原因ですね。その前の部分ね。導致の前の部分は、この後ろの原因、ないないたからという、あので、まあ大体こういう感じ。全く同じ意味の単語ないから。とりあえず、このまま暗記してください。導致はこういう意味。鼻子、鼻子鼻。なんだっけ。痒痒、痒痒的は、痒は痒い、痒い。痒痒的、これ、なんでって言われても、俺説明できないな、これ。みんなこういう風に使ってるから、やんやん。なんかちょっとかゆいって、ムズムズということですね。で、では、まあ、形容詞みたいな感じ。みんなこういう風に使ってるから、やんやんだ、やんやんだ。なんかかゆいな、やんやんだ。よし、読んでいきましょう。温差导致鼻子痒痒的、痒痒的。OK?温差导致鼻子痒痒的。もう一回。温差导致鼻子痒痒的。OK, 次。気温差のアレルギーもあるんだ。初耳だな。温差也会过敏啊。头一次听说。温差さっき言ったじゃん。也、も、会、可能という意味。アレルギー、敏感しすぎ。あだからな。ここまで多分大丈夫だと思うから、一回読んでいきましょう。温差也会导。間違った。温差也会过敏。さっき言ったのは、私、言ったのは、温差也会导致过敏。これも同じなんで、まあ短い。短くて通じればいいんじゃない?だから、ここのままでいいよ。もう一回。温差也会过敏啊。OK, 次。头一次听说。
頭一次はこのまあなんていうの頭は頭頭頭はよくなんか、うん、何々からなんか最初という部分になるので、あ、人間の最初の部分じゃん、人の。だから頭一次は初めて一回、うん、听は聞く、说は説、この説を聞いたのは頭からじゃなくて初めてだよという意味。統一は初めて。これまあ口言葉だからね、このまま暗記してください。じゃ あこれ読んでいきましょう。頭一次听说、頭一次听说、頭一次听说、頭一次听说。次ありますよ、つらい。つらい。当然有啊、難受死啦。うん。当然は、もちろん、もちろんという意味。うん、もちろん。ある、あるよ。当然有啦。我们念、ちょっと一回読んでいきましょう。当然有啦。当然有啦。当然有啦。ありますよ、という意味。難受。哇、難は難しい、つらいという意味。ショーは感覚のあれ、なんか受けるの感じじゃん。これで何ていうの、感、うん、説明難しい、うん、そういう意味。なんかまあ要は辛い、難受で辛いってそのままそのままの意味だよね。で、死ら、なんでこれ死ぬとか言うのと思うのは、というのは、というのは、死は死ぬでしょ、るってしまう。死ぬほど辛いという時はは、難受する。これは、とてもという、非常にという、という表現ですね。例えば、開心する、何々する、熱する、熱くて死にそうというのは、大変熱いというのは、熱する。まあ、形容詞の後ろにするとかつければ、すごく、なんか、すげえ熱い、すげえ辛いとか、という意味になります。うん、だよね。よしよし、読んでいきましょう。難受死了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 。好了，今天我们先讲到这里，感谢大家收看，再见。